願いいたします。経済産業大臣に拝命を受けました八郎芳生でございます。よろしくお願い申し上げます。野田総理大臣からは今日大きく3点、原子力事故、原子力発電所の事故を一日も早く収束をさせること、同時にそれに伴う被害に対しての対応、それから2番目には原子力政策の見直しと新しいエネルギー政策を作ること、そして3点目は超円高の現況、この中小企業を含めた経済円高政策を推進すること、この3点でありました。私の方からは総理の意をしっかり返していきたいと、原子力発電所の事故の問題については関係大臣もおられますが、国民の安全安心という立場でしっかりとこの収束に向けて、私も先週福島県に教育関係者にお会いをしてきましたが、学校関係の女性はもちろんでありますけれども、子どもさんの生活全体のこの放射の汚染を下げること、これらの問題については全権的に国がこの直接関与して早急にやっていくことが必要である、こういうふうに思っております。2番目の原子力政策の問題については総理大臣からも記者会見で発言がございましたが、将来的なこの新しい原子力発電所を建設することは極めて困難であると、同時に今稼働している問題については耐用年数が来たものについては廃炉をすることが必要であると等々思っております。また今稼働しておる状況の中で定期検査等で停止している問題についてもストレステストを行い、より厳格な安全基準、これをきちんと行って、さらに総理からもお話ありましたけれども、その評価というものを詰めてですね、今の原子力保安院のみに任せることなく、きちんとした形で地元の皆さんのご理解を得る方向でこれを行っていきたいと、こういうふうに思っております。また円高対策については総理からもございましたし、また第三次補正予算でこの関係の予算を計上をする形で前例にとらわれず、この問題にも早急に対応していきたいと、このように考えておるところでございます。以上でございます。はい、どうぞ。北海道新聞の後藤と申しますけれども、はい、大臣地元の北海道電力を、ね、シンポジウムでやらずのメールで応援をしたという問題がありましたが、はい、こういった電力会社のモラルの問題をどう受け止めるかということと、うん、その問題を踏まえてです、ね、それが、うん、原発の再稼働の判断に影響するかどうか、この意見をお願いします。うん、やらせの問題については、我々としても大変遺憾でありますから、今調査委員会を立ち上げて、できるだけ早く9月中にもですね、どういったこのやらせがあったのか、国民の皆さんに、明らかにしていきたい、こういうふうに考えています。同時に、先ほど経産省の幹部の皆さんにも私お話をしてきましたが、経産省自体、チェックする、推進する、混在した形でですね、このようなやらせについても、あったのではないかと、こういうふうに言われておりますから、まさに本当に、崖っぷちに立った経産省という形で、国民の本当の信頼を回復する、こういう形でですね、立ち上がってほしいと、このことを申し上げてまいりました。この問題が再稼働に影響するかどうかということであります。この問題、できるだけ早くですね、全容を明らかにすると、そして何よりも国民の不信感を今募らせておる問題ですから、早急にですね、国民の皆さんの信頼を
うる努力をしていきたい、こういうふうに思っております。大臣。はい、どうぞ。日本農業新聞の千本木と申します。はい。経済連携について伺いたいんですけれども、民主党はですね、経済連携で進めるにあたって、農業農村の振興を妨げない、範囲でということが衆院選マニフェストにも書かれた、はい、その損なわない範囲で、経済連携を進めるというのが、はい、大前提になっていると思うんですけれども、はい、かたやですね、全品目の関税を撤廃することを原則としたのが、TPP というのがありますが、これとですね、食料農業の振興というのは料理食料自給率の向上も合わせてですね、両立しうるのかと、政策的にそれが可能なのかということと、あと全体的に EPA とかその他二国間の交渉も含めて、どういった形で経済連携を進めるべきどうかというふうにお考えか、この2点を。国民の皆さんもご案内のとおり、日本は貿易立国でありますから、一国、経済主義には立てないと野田総理も言っておるところであります。私もそのように考えます。さまざま困難国内で、このグローバリズムに対するその負のマイナスの面というのは出てくる、現実にまたあるというふうに思っています。ですから国内のさまざまな問題の中で、いわゆる第一産業、農業の問題もあると、このことは事実だと思います。したがって私ども民主党政権でも、農業の再生について、これが前提になるという考えで、前政権時代もそのための計画、対応というものを作り上げてきておるわけであります。そういう中で、全関税をゼロにするということと両立するかという問題は、なかなか難しい課題だと思いますが、そういう中でですね、どのようにこの2つの命題を整合性を取っていくのか、しっかりとですね、政権内でも検討を加えていきたいと。TPP の傘下の問題については、この東日本大震災、農業にも大きな打撃を与えたわけでありまして、それらも含めてですね、どのように参加をしていくのか、総合的に検討して結論を得ていくということになっておるというふうに承知しておりますから、私も狭い一国主義にも陥ることなく、これをなんとかですね、打開をしていく道がないかどうか、経産省としてもですね、全力を挙げて検討を加えていきたい、このように思っています。次で最後の質問させていただきます。私は締め切り、はい、これは困ったね。そしたら後ろの方、はい、どうぞ。原子力政策についてお尋ねしたいんですけれども、先ほど新規は無理で、寿命が来たら廃炉というご説明があったんですけれども、はい、そうなると、数十年経てば原発がゼロになるのではないかと思うんですが、日本の原子力政策として将来的には原発がゼロでもやっていける社会を目指すということなのか、大臣の見解をお願いします。基本的には脱原発依存とベストミックスも加えてというのを加えるべきだったと思います。同時にまた今の段階で、抽象的なところの大前提を言っておる感があります。今エネルギー環境会議というものを政府の政権の中に立ち上げて、今年中にその基本的な指針を出すという形で進められておりますが、また同時にですね、これは閣内のことでありますが、経産省としてはそれと連携をして総合資源エネルギー調査会というものがございまして、今日も私経産省の幹部の皆さんと相談をしてですね、これを9月中にも今月中にもですね立ち上げて、これは学識経験者等も含めた調査会になるんですが、そこでですね、この大前提といいますか、長期的な計画はありますか、それにきちんと肉付けをすると、またスケジュール的にもどうするかという形のですね、検討を同時並行的に行って、国民皆さんに
お示しをしていきたいと。何かすぐ原子力発電所を止めれという方、あるいはその電力の供給の関係もありますから、最終的にそれはゼロでいいのか、極論でこう論じ合うということではですね、問題解決につながらないという観点で、もっとですね、具体的な抽象的なその見通しを持ったものを国民の皆さんに示して、その論議を踏まえて国民的な合意をですね、得ていきたいものだと、こういうふうに思っています。以上をもちまして八代大臣の会見を終了いたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。